ということでした。さあでは、ここからは道路交通情報センターにつなぎたいと思います。道路交通情報センターの西内さん。はい、こんにちは。道路交通情報センターの西内です。現状ですね、お昼休み12時半現在、2階と3階の廊下が、若干混雑しております。そして、学食につながる、西側の階段、こちらもですね、大変混雑している状況ですが、1時前にはですね、こちらの混雑も落ち着く予定でございます。その他のですね、廊下だったり、階段は、通常通り、運行しておりますので、引き続き何か情報入りましたら、スタジオの方にお届けしたいと思います。以上です。はい、西内さんありがとうございました。では続いてのコーナー、お昼の放送で ASMR 流すやつということで、皆さん、そろそろね、曲いきたいと思います。今日流す、1曲目は、蕎麦をする音です。それでは聴いてください。どうぞ。お昼の放送で先生ゲストに呼んで人生深掘りするやつ。さあというわけで、この時間は午後のピックアップ人物。さあ今日はですね、毎週にわたって、いろんな注目、すべき、人をですね、こちらでご紹介していくんですけれども、本日すごいですよ。本日のゲストは世界史の海原先生です。よろしくお願いします。さあ、海原先生は初登場ですよね。はい、そうです、ね、初めてです。簡単に自己紹介してもらってもいいでしょうか。海原淳、3年1組の担任をさせてもらっています。担当教科は、世界史です、はい。皆さんも会った人もね、ない人もいると思いますけれども、はい、今日よろしくお願いします。海原先生、ちなみにこちらの学校に赴任されてからもどれぐらいになるんですか。もうこの春で10年目になりますね。はい、もちろん僕たち生徒よりもこの学校のことはいろいろ知ってると。そうですね、はい、はい、一応ね、やってますね。はい、まあ、ということでね、今日はたくさん、お話聞いていくんですけれども、はい、まずはですね、こちらのコーナーはその海原先生の、おすすめの曲を、かけさせていただくということになるんですけれども、はい、何の曲をかけていただけるんでしょうか。今日はですね、ジュジュさんの曲をかけたいと思います。はい、ジュジュさんの、わかりました。はい、それでは聴いていただきましょう。どうぞ。マジで財布と相談するやつ。はい、どうぞ。あのさ、いやいや、放課後さ、カラオケ行かね。うわー、行きてー、カラオケ。ああ、うわ、でも俺金ねえんだよな今月。あ、マジで。ちょっと財布と一回相談するわ。あー、そっか。うわ、どうしようかなマジで。ちょっとごめんな。どう？いや、あのカラオケに行こうっていう話になってんだけど、実際今ちょっとどれぐらいある。なる、うわー、そっか、もう札ゼロか。なるほどな、厳しいよな。うん、わかるわかるわかるんだけど、その なんとかさ、なんかその、なんか裏とかになんかさ、入れてた金とかなかったっけ。マジかよ、そうか、どうする。どう思う。いや、このお金、でもギリいけない。その飲み物とか飲まなければいけるか。オッケー、うん、分かった、はいはい。無理そうだわ。あ、うん、無理って言ってる。オッケー、うん、待って、誘うわ。頼むわ。いい。あ、また誘ってくれるってよ。お金あるときに行けるから。はい、今日の出来事、この重流確定する民事学食プロデュース、大島家の前に駅作る。今週もいろいろあったけどさ、また来週も楽しく行こうよ。次の動画も絶対見てね。バイバイ。